はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト3に続きやっていきたいと思います。前回ね、クエスト消化してたんですよ。それでね、もうちょっと消化できそうなんで、お、紹介できる数を増やしてやるよ。実はまたあんたたちにお願いしたいっていう依頼も来てるんだ。え、なんか増えた。え?ちょっと待って。え?やったことあるクエストだよね、これ。風の塔の調査。このクエスト依頼人からメッセージだ。風の塔最上階に眠る塔のお宝が知りたいのです。風の力を宿す杖を手に入れたなら、一度見せていただきたい。この依頼は風の塔近くのキャンプに向かう草津ガールなんだ。風の塔一番上にあるお宝の杖を見たいらしいが、ここのタイミングで行くのもしかして調査隊。欲しいわけじゃないとのことだぜ。はい。だって翼をくださいとかだってクリアしてるよ。ちょっとやるとは増えるんだね。だからモンスター討伐1、3はやってないもんね。だから、ムーンペタの近くだけど、こういう時面倒だよね。トヘロス使ったら出てこないよね。さすがに。なんだっけ?ここのさ、スゴロク城とかもそうなんだけど、風の塔の近くにキャンプがあって、その下にさ、ダーマがあるんですよ。だからそのダーマ神殿にちょっと行きたいんだけど、ね、このクエストとか全部終わったら行こうかなと思うんだけど、なんか一向に終わる気配がないから、どうしよう。ね、トヘロス最大だね。あれ?ここの下か。だから途中でね、調査隊ってのがいたんですよ。神田田っぽいの。だから、あれを、今のタイミングだったら余裕だよね。やっぱこっち強くなりすぎたとかそんなんないけど。そうなんだけど。盗賊の人か。盗賊の職業特性でもあった敵のアイテムを盗む技は廃止されているわ。その代わり、盗賊のレベルに応じてアイテムのドロップ率が上がるようになって、そうなの。これは人数分重複するわ。そして、この特性同じような効果を持っている装飾品も存在するのよ。レベルの低い盗賊を入れるより装飾品一つ装備した方が効果が高いわね。もちろんこれらの効果は全て重複するのよ。重複だね。重複っつったね。盗賊に装備品を装備しても重複するわ。いくつか組み合わせれば体感できるくらいドロップ率が上がるはずよ。試してみてね。だから重ねられるってことだよね。誰これ?学者のこと言ってんのかな?これだ。ようこそお越しくださいました。早速ですが、依頼のことをお話ししましょう。私は風の塔の調査をしているんですが、魔物と戦うのは苦手でして。なので、もっぱら塔の外から調査をしているわけです。しかし、どうしても見たいのが、この塔に眠るという風の力を宿したお宝。塔の最上階にあるというこのお宝を手に入れたなら、見せていただけないでしょうか。あるよ。裁きの杖。それが風の塔の宝、裁きの杖なんですね。なるほど。ほほう、この部分があれで、こうなって、なるほど、そういうことか、うむ。いやいや、すごいですな。大変参考になりましたよ。では、これをどうぞ。これも金貨で交換できるやつだ。それにしても、昔の人たちは風の力をうまく使って生活に取り入れていたようですね。自然から学び、自然と共に、我々も昔の知識から学ぶことがありそうですね。よかった、よかった。だから、こういうのさ、金貨と交換しなくてももらえるじゃん。だから、金貨取ってんですけどね。後で一気に持ってないの交換しようとか、あるから。なんか、奥の方にいたらさ、ねえ、もっといいのありそうな気する。町の周辺にゴーレムに似た石の魔物が出て困っています。ここまでは我らがゴーレムの悪い噂が立つかもしれません。退治するのを手伝ってください。メルキドにいる学者からの依頼だ。ゴーレムっていう魔法で動く人形は知ってるか?それとよく似た、ね、魔物を倒して数を減らしてほしいそうだ。アレフガルドの各地に出るようだな。はい、ストーンマンだね。それは買っちゃいますか。ねえ、レベルも上がるしね。とりあえず、
どこだったっけ、メルキド。一応進んでるっちゃ進んでるよね、冒険もね。マイラの方行ってないな。マイラってあんのかな。あそっか、上に行って、学者、あの学者の家か、ここか。え、これじゃないよな、あれ。誰だ依頼、メルキドの。ゴーレム教会か、ゴーレム教会だっけ、なんかゴーレム作ってんの。いやー、ゴーレム、ここじゃないね。あれ誰だ、ゴーレムの噂が立ってしまいます。あ、これか。お、私の出した討伐依頼を受けてくださるんですね。いや、ありがたい。倒してほしいのは石でできたゴーレムみたいなやつで、シェストーマンと言います。見た目が似ているので、我がゴーレムが悪者みたいに思われてしまうと困りますからね。とりあえず5体ほど倒してきてもらいたいんです。あ、まあ討伐しながら、じゃあちょっと冒険しようか。これメルキドだから、まあそこら辺にいるからね、あいつはね。マイラとか行きたいんですよ。この右行ってないじゃないですか。行け、あ、行けんのかな。あ、行けんね。ドラクエ2の2の感じもあっていいよね。幸せベストっての取ったから、一番後ろだけ経験値もらえるよね。あれ怪しいな。何もないわけがない。あ、マイラにようこそ。ここは温泉と鍛冶屋の町です。ドラクエ2ってマイラあったんだっけ。これいける、あ、いける、すげえ。マイラの温泉に行けば裸の女がうろうろしてるって聞いてきたのによ。どこにもいねえじゃねえか。俺は騙されたのか、畜生。道具屋さん、エサ耳バンド、まあ行けたんでしょうね、マイラはね。スゴロク城あったりして。あー、なんかありそうだな。ネビラーマそのうち覚えと思うんですけど、覚えたらね、今まで回ったとこ行きたいよね。おう、魔法の、ロスかな。とんがり帽子、ローズ。ここいいね、鉄の体験。マジカルスカート、鎧は今んとこいいか。魔法の鎧、ノトの鎧とかそのうち入りそうだもんね。川の腰巻きはさすがに。オッケー。足、せっかく前らまで来たので噂の足湯やらに入ってみたんですが、いや、これはいいですな。旅の疲れが取れますよ。これは前田名物足湯でございます。足湯になってる。あー、気持ちいい。なんだか眠くなってきちゃったわ。なんかありそう。お、いいね。この先は鍛冶屋の工房がありますよ。マジか、なんだそれ。私はここで作る武器に試合入れに来たんですよ。マイラさんのものは品質がいいので人気なんです。鍛冶屋だって。え、ジパング。私はまだ仕入りなどで火を起こしたり鉄を運んだり、そういう雑用だけなんですよ。でもいずれ私も頭のように世界でも名の通った職人になりたいものです。ここにあるのは食料ではありませんよ。純度の高い砂鉄を集めているのです。さて、
なんかマイラにはジパンクモドキがあるようで。弥生っていうアイテムがあるかもね。冗談で言ってますからね。アイテムじゃないよ。お、いいね。何あの粘り気のある黒い液体が入ってる。ね、なんで？なんかありそうだよね、あれもね。仙人。わしらは通常の鉄を扱う技だけではなく、オリハルコンを扱うための技も持っているのじゃ。じゃがすでにオリハルコンは掘り尽くされてしまい、飯粒ほどの欠片でさえ出てこんのじゃ。お、毒ガの粉。もうなんか必要になってくるかもしれないね。お。これ真ん中どっちだ、上なんか下なんか判定。来るもんだね。我らはマイラの鍛冶職人。この技術は我らの不祖の時代より伝わっているものと聞きます。ほう、それがあの勇者ロトが持っていた剣なのか。手入れもせず放置していたのは私の祖先も泣いてしまうな。打ち直すにはオリハルコンが必要だ。しかし剣の材料にするほど残っていればいいがな。なんか強くなりそうだね。ここにオリハルコン入ったら笑えるよね。大量に入ってたったらね。マイラ温泉の本館には行かれましたか？予約が取れないほど人気なので、さすが勇者様の家でなかなか泊まれないですよ。なんだ本館って。いやなんか随分変わったね、マイラもね。宿屋。こっち？ああ。これはこれはマイラ温泉ようこそおいでくださいました。あるんかい。よく来てくださいましたの、お客人。マイラの湯はお気に召しましたかな？マジか。あ、でも、ストーンマン倒しに来てんだけど。マイラ温泉の本館にようこそいらっしゃいました。宿の予約がないお客様でも大浴場はご利用になりますよ。大浴場たまに行きたいよな。あら、もしかしてお腹が空きましたの？ご飯の時間はまだですわ。おや、卑弥呼神社に参拝でしょうか。でしたら、このまままっすぐお進みください。え？いや、広い。これは卑弥呼神社、卑弥呼様と我らの祖先にして、神託の巫女だったそうです。あ、そうです。ドラケ3。卑弥呼様の死後、ここに守り神として祀られることになったということです。しかし、ここは、分社らしいですよ。本当の卑弥呼神社は別のところにあるそうです。ジパングあんのかな？の。ここには、お社がないのに、なんで神社なのか不思議に思いなさるか？実は、別の世界にお社があるというが、お主は信じるかの？はい。ほほ、お主ならきっとそう言うと思ったよ。いいえ。お主ならきっとそう言うと思ったの。嘘つけよ、もう。どっちでも通じる言葉じゃねえか、それ。ね、詐欺師とかで。金太郎。あれおかしいな、どこに隠れてるんだろう。友達のジェット君は隠れんぼが得意なんだ。なかなか見つけられないよ、ジェット。まあね、占い師とかもね、どっち行っても当たるようなこと言うけどね。でも、ちゃんとしてる、ちゃんと当たる人もいるからね。え、なんでそれ知ってんのって思うときあるから。だから、ね、自分疑り深いから、例えばなんかさ、絶対自分しか知ってないようなこととかさ、知ってるとかさ、そういう占い師もいるんですよ。だから、なんかスパイでもいんのかなとか、そこまで疑っちゃうから、自分。本館は予約制ですので、ご予約のお客様はお止めできません。しかし、大浴場のご利用はできますので、ね、マイラ温泉にようこそ。まあ、宝回収パート兼。おいいね。宝回収兼、クエスト消化。ねえ、マイラあっかなと思ったけど。あったね。マイラ一番でかいじゃねえ、しかも。憧れのマイラ温泉にやっと来ることができたわ。だってここの宿を予約取るのに1円もかかるんだから。そんなに人いるか、これ。こんな高級な宿なかなか落ち着かないよ。でも彼女も喜んでるし、まあいいか。まあいいか。ポケモンか。逆さまにしないと進化しない。こんなに小さな暖炉は初めて見たぞ。ここは本当に面白いの。ここの緑茶という飲み物は美味しいざますね。お土産に買って帰るざます。鱗の盾。トルネコだと毒を防ぐ的なね。お、30枚になったか？大浴場はこの先でございますよ。ああ、
広っ。聖なる織機という羽衣作りに必要な道具がこの島にある教会の宝物庫にあるらしいわ。この島じゃねえ、どこかの島にある教会の宝物庫。一度見てみたいけど、いつも見張りがいて中に入ることさえできないみたいなのよ。なんかあるな。私はここの鍛冶屋たちが作る武器を買い付けに来たんですよ。最近デルコンダルで陶芸会のようなものをやってるらしく、そっちに行って売ればいい商売ができると思うんです。デルコンダルに行ったらその花の種っていうクエストまあ、できるよね。なんかメイドって言ってたけど、確かメイドの土産にね。この先で湯着か水着にお着替えください。向かって左が男性、右が女性の個室ですわ。あ、そう。いや、ムームーも言わず女性の方入っていくね。物理スケベなんのかな。あ、ガーターベルト2個目。っていうのが、二人ともセクシーギャルだったね。キャー男よ。男が入ってきた。キャーキャー。優しい人。これが音声か。しれっと入ってるし。思っていたより熱くないよ。で、ゆっくりできそうだよ。あんまりジロジロ見ないでよ。いやーね。で、結局仲一緒じゃんよ。ここの音声は旅の疲れを癒すのに最適なのよ。お若いの音声はどうじゃな。はい。やはり若いもんは違うの。いえ。お前さんもちょっと湯加減がぬるいと思いなさるか。わしくらいの年になるとちょっと熱いくらいの湯がちょうどいいのじゃよ。もっと熱い湯に浸かりたいもんじゃの。ああ、でもまあ気持ちはわかるわ。あなた知っていますか？ここは天然の温泉みたいですよ。お、30枚になったね。さて、じゃあストーンマンだね。マイラ温泉。なんか温泉っぽい名前だもんね、マイラってね。ちょっとストーマン借ります。5匹買ったところまでカットしようか。まさか今回マイラパートになると思わなかったね。まあ、これで、31枚。力の指輪を授けよう。はい、インテリメガネ。ああ、まあ、賢さ的なものが上がるんじゃないかな。ね、力の指輪だから、まあ、攻撃力は上がったりはするでしょうけど。じゃあ、イビリガールドあたりでうろうろしてます。今、ローズがレベル15に上がったんだけど、ポイズンダガーと口笛覚えた。だから毒にして、タナトスハント使えばいいな。口笛いいんだよな、これ。ここら辺に出たよね。どうも。で、そこの上のさ、洞窟も入ったことないんで、インテリメガネまであと4枚か。いっぱい冒険できるでしょ。クエストやりながらでもさ、行ったことないとこ、こうやって冒険できるのよ。できんのか。これあのドラゴンがいた場所だもんね。ポイズンダガーか。変わった敵とかいいかも。あ、出た、うん、これ5匹っつったね。石に石投げてダメージ食らわせられるけどね。また変わった仕様ですけど。あいつ防御してんな。メラミいいよね、強いよね。まあ、ロランにはかないませんけど。え、何もない？あ、できんな。ストーマー、ストーマー、ストーマー。いいね。ドラケ2とか3には存在しないはずなんだけど、ロストはね。死神の代わりか。ドラケ2率少ないよな。ドラケ2と3ってまたガラッと違うじゃん、モンスターが。似たのはいるけどさ、もうほとんど違うからね。これなんだ。ここも後でなんかクエストありそう。ド
ドラクエ3とかでここ来ると、リメイク版で来ると小さなメダルあるよね。それにしてもなぜローラ姫はこんな場所に幽閉されていたんだろうな。ドラゴンだ、ドラゴン。こんなところにお姫様が閉じ込められていたなんて本当にかわいそうだね。その子孫だからね、すげえよね。まあ、こんな確率でゴーレムじゃねえや。なんだっけ、ストーンマンは出てくるね。あ、こういう人が間違えてゴーレムだって言っちゃうんだろうね。まあ嫌でもレベル上がると思います。ね。まあ楽勝ですねって話になっちゃうけど。それはレベル上がったら楽勝なんだよ。3匹、あと2匹。まあね。ここ回るだけでも。なんか依頼完成しそうですけど、ここで2匹で行けばもう終わりですけどね。これでドラキンに言ったらできんじゃない。なんかドラキンに恨みあんのかな。ないな。あ、今のここでもいいよね。ストーンマン出てこい。はい、ストーンマン倒しました。3匹出てきた。まあカットしましたけどね。お、しびれ打ち。お、いいね、いいね。モンスター喧嘩。あれ依頼どこだったっけ。さて、あ、メルキドか。上に、あの町の下にルーラクと出るじゃないですか。でもこの町上から入るからさ、上に出ちゃうんだよね、癖で。素晴らしい。いや、さすがですな。数が少なくなり、奴らが、人目につきにくくなれば悪い噂も起こらぬでしょう。6匹倒したぐらいで無限に出てくるつあれ多分。それではこちらをどうぞ、今回の手当てです。お、いいね。よし。まだ時間あるな。デラヌールとか行きたいんだけどね。ロズもなんかいろんな覚えるよね。ここの下2つは一回やったことあるやつだ。安全祈願。ザハンではたびたび、ああ、ザハンに行かないとダメだ。船の事故が起こっています。もう二度と事故が起こらぬよう安全祈願をしたいですわ。この依頼はザハンに住む女性からのものだ。何でも夫を海の事故で亡くしたそうだ。何をするか話を聞くまでわからないから受けるかどうか判断は慎重にな。いや、だ、慎重になって受けなくちゃいけないでしょ、だって。ずっとセーブしてねえな。ザハン。ザハンって左上にさ、あれがあるんだよ。なんだっけ。ダーマ神殿。でもさっさと行けって話だけどね。どこだ？ザハン。これか？ルーク。スカイウォーカー。急におとなしくなってどうしたんだろう。金の鍵持っていかれたから。ラーの鍵が見つかったらね、なんかありそうだけどね。くしゃみ出る。はい、失礼。ミュート効果いいね。お待ちしておりました。ザハンで伝統的な安全祈願を行いたいんですが、いつもだったらカットしてんだ、ここで。そのために必要なダイオウイカの足を取ってきてほしいのです。この足が大きければ大きいほど海の神様へ祈りが通じるのです。危険な仕事でありますが、どうかよろしく。まあ、マイラパートだったからね、今回ここまでやろうか。もう一個クエストあったね。もう次回こそダーマ行くぞ。多分ここら辺に出てくると思いますけど、ダイオウイカ敵強かったもん。あ、やべえ、アイリーやばい。あ、宿とまずいた。
や効くね。あそこベラム一発なんだけどね。今までで一番ちょっとねいい感じの戦いじゃない。いいね。とどめだね。ちょっと弱い魔法を使ったときは、呪文を使ったときはね。まあとどめかなってね。竹。まあこの調子だと多分ダイオウイカ出てくるよね。最後に倒さないといけないって言ったから、だから多分作戦やんないといけない。ここを何出てくるんだろう。やばいのいるかな。あ、そうでもね、ゴートドンが初めてだ。あ、そういえばカインがゾンビ切りを覚えましたね。ちょっと前のパートだけど。この画面だけ見てさ、何のゲームでしょうさ、絶対ドラクエ3って言うよね。4人パーティーいるしね。全部ドラクエ3の敵だしね。あれ、なんで毒毒ゾンビとゴートドンが同じ場所にいんのみたいな。ちょっと出るまでカットしようか、さすがに。はい、失礼。大王が出てきたんで、2匹。まあ、2匹大変だからさ、スカイドラゴンも出てきた。あ、最後に倒しちゃったスカイドラゴン。マヒャド斬り。違う違う、そうだ、最後に何やってんだ、応答にしてたじゃん今。まあ、出てきたけどさ、最後に倒さないとダメなの、ゲストはね。自分で言ってたよね、さっき。忘れてたわ。マーマンダイとかも出てくる。すごい上がっちゃうよね。この左上にダーマンですけどね。ああ、もうめんどい。はい、ダイオウイカ3匹出てきた。ちょっと上の方に行ったら出てきた。あ、イカゲソ。これお守りなの？今回ここまでですか。イカゲソとマイラの回だったね。まあとても立派なイカゲソですわね。このようなゲソって大きなものは久しぶりですわ。これならば安全祈願も大成功間違いなしですわね。ご苦労様でした。これはお礼ですわ。何もないで。お、ハゲンのリング、ハドクのリング。ハゲンのリング2個あるんじゃないの。今年の漁はいつもより遠くまで行っているそうです。無事に帰ってきてほしいですわ。なんかでも沈没したつはなかったっけ。ハゲンのリング。あれ？ね、2個あるよね。スーパーリングとか多分あるんでしょうね、これね。じゃあ今回ここで終わりましょう。ね、次回またクエストやりながら、ダーマ行きますんでよろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。